駅で立ってる少女がホタルの墓の節子だとか、まあそういうですねあの説がありますよね。冒頭の自動車をガーッとアウディを飛ばして、あのシーンでですねもうすでに実はあの自動車は事故に遭っていて両親は死んでいてで千尋は臨死体験をしている。 千と千尋の都市伝説の話をしたいと思います。と言ってもよくあるタイプの都市伝説って僕嫌いなんですよ。例えば千と千尋で千尋がですね電車に乗ってあのおばあちゃんのところ行くところありますね。そうすると女の子の影が駅に見えると。で駅で立っている少女がホタルの墓の節子だとか、まあそういうですねあの説がありますよね。これね僕こういうのはあんま嫌で。 絶対ないと思うんですよね。で、なんでかっていうと、宮崎駿っていうのは、そういう程度の低い遊びってやらないんですよ。作家の癖っていうのがあって、宮崎駿がやる遊びっていうのは、もうちょっと 周りくどくどて、高畑壱のアニメに出てきたキャラクターを例えばこの自分の中でちょっと出してなんか遊ぼうみたいなことをまず考えないんですよねそういうのを一番嫌がる人だからどちらかっていうとああんかこれっていうのはそういうふうに無理やり見えるっていうふうに言ってるんだなというふうに僕なんか思っちゃうんですね。 であと、一番最初のですね冒頭の自動車をガーッとアウディを飛ばしてでそれでトンネルのあるところに急に止まって「あなんかこんなとこあるんだ中入ってみようと」とあ,あのシーンでですねもうすでに実はあの自動車は事故に遭っていて両親は死んでいてで千尋は臨死体験をしているとアニメ全体が千尋の臨死体験だっていうの都市伝説もあるんですけども。 いや、もうそれもやっぱないなないと僕なんか思うんんでですなかというと、宮崎駿はもうはっきりとこれあのアニメの頭とかも作る前とかですね作っている最中もですね。で,でも「千と千尋」っていうのは作るのに3年も4年もかかってしまったから一番見せたかった10歳の女の子はもうアニメが完成した時は14歳15歳になって見せるべき対象ではなくなってしまうと「いやこの辺切ないですよね」というふうに語ってるんですよ。 だから、そういうね回りくどいようなストーリーとかです、ね、あの持って行き方やっても,もう本当に誰の得にもならないので、まあ、こういうです、ね、あの実は臨死体験だったという,う噂はあのはうわ月着陸はなかったと同じようにですねもう何を見てもそういうふうに見たい人のための、まあ、遊びだからちょっと、まあ、ほっとこうと思ってます。であと,はあのとに出てくるゆうや いわゆるあれが風俗だっていうのがこれよくありますので働いてる女の人はみんな胸元はだけてるしです、ね、場所もお風呂で,で、まあ、来た神様たちを慰めてあげるというで何よりも監督の宮崎駿自身がインタビューで,です、ね、風俗みたいなもんですっていうふうにはっきり言っちゃってるしで昔僕はですね そういうふういふに思ってたんですねでもね今になっていくニコ生でちゃんと「千と千尋」を語るために一から考えたらですねやっぱこれね違ううと思うんですよねあの風俗っぽく見せてるのは大人とか評論家いわゆる宮崎駿が本来の客層にしている10歳の女の子じゃない大人とか評論家が見た時にですねミスリードすするためにですねこちら側の話だというふうにミスリードするためにあえて作った仕掛けだっていうふうに僕は そういうのではなくて今日話す「千と千尋の都市伝説」っていうのはですね「千と千尋」の部分ではなくてその後ろのですね神隠しの部分です。 日本では多分一番有名な神隠しっていうのは天狗にさらわれた虎吉少年事件だと思います。江戸後期ですね栃木と茨城の間ぐらいのですね住んでた子供も虎吉はですねお祭りで壺売りのですね壺を見てたらですねその壺の中に飲み込まれてしまうんですね。で数年後虎吉はいきなり浅草のですね観音堂の前に現れて自分は今まで数年間天狗の世界で暮らしていたというふうに言い出したと。で周りの大人たちは トラキチの言うことを全くですね信じなかったんですけどもそこにですねあの有名な国学者のです、ねえー、まあ江戸後期です、えー、平田篤舟という人がですねとあと彼のグループがやってきてですね話を聞いたらです、ね、あこれはすごいと寅吉の言うことを信じ以後数年間ですね以後数年間寅吉は平田篤舟やその仲間の家に住み込んで,で天狗の世界の風習とかですねあと修行 あと日常とか文化に関してかなり細かくですね、異常に詳しくディティールを話し出したという事件がありました。で、平田篤さんはこれをですね、戦況逸文っていうですね本にして出版して、江戸後期の大ベストセラーになったんですね。 でこのじゃあ虎吉の言うです、ね、天狗の世界っていうのはですね単なる大洞付近の子供が大学者大黒学者平田篤太の世を騙したりその仲間も騙したっていうそういうなんかシンプルな説もあるんですけどもただ彼はその時代の最高頭脳の一人でですねそれが友達の学者と一緒に数年間ですよ。数年間一緒に住んでいいて、て問い詰めても、 嘘と分かんなかなったんです。嘘と感じないというのはちょっとね不自然だと天狗の世界というのはだから本当にあったんだというふうに言う人もいます。 のの好きな女の子はです、ね、ジブリで鈴木敏夫にこき使われる話っていうのをやってみると「早尾は助けることができない俺は俺は単なる無力なおじいちゃんだから下つなこと言うんですけど宮崎 <laughs> 俺は俺は単なる無力なおじいちゃんだから湯婆婆のようなあんな怖い鈴木敏夫に逆らうことができないしかし助言はしてやれると言って磯山、ね、が宮崎駿はかまじいというです、ね、なんかいいポジションをきっちり取ってるわけですね。 分,の分身がもう一人いいまますすかまじいかじにですね、えー、自分もう一人の自分の分身ですね白ですね宮崎駿はですね鈴木敏夫の理不尽な命令で血まみれになってですね、えー、アニメを作らされてるわけですねでそしてですね宮崎駿が「もののけ姫」の時みたいに年老いてあまり使えなくなったと判断したらですね鈴木敏夫は冷酷に宮崎駿をですねあの穴の中に捨ててですね若いアニメーターとかですね宮崎五郎とかですねあと宮崎駿の弟子筋とかですね あと何よりも高畑をにこの辺りのですね「本当は鈴木さん俺よりも若いやつの方が大事なんじゃないのか」っていうのが湯婆婆のです、ね「坊という子供を出来合いするし」とかにですね<笑><笑>勝手な宮崎早の妄想がガン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 溢れ出してきてですねまあなかなか面白くなってるんですけど Twitter でジブリが募集した質問に答えていました、えー「岡田さんの動画を見ていたのでほぼほぼああそれね」となりました。 油屋は湯屋はジブリで湯婆婆は鈴木さんというアンサーの後に「某は大人になれない子どもの象徴です非常にお金がかかります」というアンサーがありました私は某は高畑さんなのではと感じてしまいました <laughs> かまじいは宮崎さんですっていう。のはね 面白いですねそれはありなんじゃないかな多分ね宮崎駿も気づいてない本音なんじゃないのかな湯婆婆がなぜかすごく大事にして,てわがまま聞いてて怠け者でずっと寝てばかりいってっていうのって確かに宮崎駿から見たら <laughs> <laughs> 高畑勲ですよねめちゃくちゃ面白いな 棒を泣かしたらダメなんだとそうですね棒を泣かしたらダメですね新作を作り出しますからね <laughs> かぐや姫で8年かけちゃいますからね面白いな僕あの生まれた時にですね心臓に先天的な欠陥があってもうほぼほぼ8割の確率で でで死ぬっていう,ふうに言われたんですよ、ね、心臓が激しく打つことによって死ぬわけだから要するに泣かさなければいいと,ということでうちの母親はそこからもう本当に2年ぐらいい寝てないそうですねとにかく僕は一瞬でも泣きかけたらすぐにあやしてあやしてあやしてっていうのをやってくれたんでですねまあ、それでまあ僕は生きてるんですけども「いやすいません今のコメントでこんな立派なサイコパスになって」と書いてあって。<laughs> <laughs> ま,まあその通りですよね <laughs> 愛を過剰に受けるとサイコパスになるんですけどね。<laughs>